はい、AWS の飯田から、えっと、最後発表させていただきたいと思います。えっと、まずちょっと簡単に自己紹介の方をさせてください、えっと。飯田達弘と申します、えっとえっと。AWS ではプロトタイピングソリューションアーキテクトということで、まあ、主に IoT の製品を開発されている方のプロトタイピングであったりとか、あとまあ量産に向けた支援をさせていただいております。 でもともと電気メーカーであの、ハードウェアの開発におけるソフトウェアの開発であったりとか、あと、まあ、新規事業の立ち上げなどもサポートしていた経歴がございます。で、あのネイチャーリーも私もあの家でヘビーに使っておりますし、あとヤマハさんで言うと最初に買ったギターがパシフィカっていうギターで、はい、かなり使って使い込んでおりました。<laughs> はい。よろしくお願いします。で はい、アジェンダなんですけど、まあ、こちらに書いてある通りですと、でまあ、物売りからこと売りへというキーワードって、かなりこう数年前から聞くようになってきているんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、まあ、実際にどういった違いがあるのかであったりとか、まあ多分ビジネスとか企画観点でもいろいろ差があるのと、あとまあ設計的に見てもいろいろ差があるんじゃないかなということを私のほうで考えていて、まあ、それをちょっとこの登壇でクリアにして、 た上で、で AWS を使って、まあ、それをどのように、まあ小りにシフトできるかとか、まあ、そういったところをご紹介させていただければなと思っております。で、まあ、より価値ある商品をいかにお客様に提供できるかとか、そういったことを考えるきっかけにしていただければ幸いです。あと、まあ新サービスも、まあの昨年マスノリインイベントでいろいろ出ておりますので、そこら辺も関連するものに関してはご紹介していければと思います。 でまず、物売り、こと売りっていう言葉の定義なんですけど、ちょっといろんな定義、解釈があると思うんで、このセッションでの定義として、ここに書いております。で一つ、物売りの方ですね、まずまあ提供形態,形態としては、もともと製品でだったと思いますと、製品で、重要な要素としては、あのまあ他社よりも高品質で高機能である必要があるとか、あとビジネスモデルで言えば商品を作って売る、売り切りのモデルっていうのがまあメジャーだったかなと思います。で まあそこでの製品企画か開発時の課題としては、まあ、当然、他社と比べられてしまうので、まあ、そこの競争でコモディティ化が激しかったりとか、でなかなかこの優位性が出しづらいといった課題があったんじゃないかなと思います。でまあ、なので皆さん、小とおり、小とおりっていう話になってきているんじゃないかなと思うんですけど、じゃあ、小とおりってどういうものかっていうのを右に書いています。で提供形態としては、まあ、製品だけじゃなくて、あのユーザー体験っていうものですと。で ま重要な要素としては、お客様に良い体験、UX を提供する、そのためのサービスを提供するということ。であと、ビジネスモデルとしては、あの単純に売り切りだけじゃなくて、サブスクリプションとか、まあ、その他、いろんなビジネスモデルが考えられます。で製品企画開発時の課題としては、あの赤字で書いてるんですけど、まあ、ユーザーの課題が見えづらいとか、あとビジネスモデルが、もともと売り切りでやってたものをなかなかこうシフトしづらいとか、まあ、そういった課題があるんじゃないかなというふうに思っています。 で最初にちょっと一つ事例をご紹介させてください。えっと、これ、iRobot 様の事例なんですけども、あのルンバです。もうご存知の方も多いかなと思うんですけど、iRobot はルンバを作っている会社です。で掃除機なんですけども、まあ、こちらでも AWS IoT をはじめとするさまざまな AWS のサービスを利用していただいております。でまあ、どんな機能があるかというのがこのき、あの資料の右側に。 書いてあるように、本当にさまざまなログイン認証からロボット登録だったり、ファームウェア更新とは、本当にさまざまな機能を実装していただいています。で、まあ、この掃除機なんですけど、もともと売り切りじゃなくてサブスクリプションモデルみたいなものも検討されていたようですと、で、まあ、そこで AWS が支援して、で、みずからサーバーや仮想サーバーを管理する必要がないサーバレスのアプリケーションを彼らのほうで構築していて、まあ、それによって、 まあ、サーバレスアプリケーション、まあ、ご存じの方も多いかもしれないですけども、まあ、使った分だけの課金になるっていったところで、非常に低コストで、でまあ、構築も非常に簡単ってことで、まあ、短期間で開発ができて、実際、ネイチャー・リモさんみたいに、まあ、10人未満の人員でこちらもあのソリューションを管理し、開発されていますと、でこれによって、まあ、サーバーのインフラのコストが非常に下がって、まあ、開発のコストも下がって、サブスクリプションモデル自体を不要にして、で売り切りの。 あのビジネスモデルのまままであの成立すするようになっておりますで実際こちらも数,万台の数百万台のデバイスが接続されていてでそのデータを活用して家庭内のマップを作ってでそこから新たなビジネスを模索したりとかそういったこともあのやられておりますで。このルンバの例でちょっとあの考えてみたんですけども、まあ、ルンバにおけることって何かっていうところで言うと物、まあ、っていう 観点で言うと、まあ、掃除機ですと、でまあ、掃除機ハイスペックだったり、軽量化といったところがものでいうとあの、掃除機の場合は重要になるかなと思うんですけど、あのことで考えた場合には、まあ、手間をかけずに、まあ、部屋をきれいに維持することっていうのがあの大事になってくるのかなとあの。利用者の手間をいかに減らすかといったところに、 観点を絞ったときに、まあ、自動的に掃除してくれるようなルンバが登場したんじゃないかなと思いますで、まあ、一言で下に書いているんですけど、まあ、何を作るかではなくて、まあ、潜在的なユーザーの課題をいかに発見解決できるかといったところが大事かなと思いますで課題の発見ですけども、まあ、ここでこういうふうにすれば発見できますよってなかなか私 ただ、く必要はあります、まあ、ただまあここではその参考として、製品 IoT における主なユースケースについて少し見ていきたいと思います。まあ、主にまあ私の方でもいろんなお客さんとの話を聞いていく中では、大きく4つあるかなと思います。1つが遠隔操作ですね。あのブラウザとかスマホから IoT の機器を制御するだったりとか、そういったユースケースですね。 で左下のユーザー利用状況の分析といったところでは、デバイス側から今の状態を軸軸にアップロードして、それをあのグラフで表示したりとかして、そこでからまああの統計的なデータを見て、新たな製品の企画に役立てたりとか、また場合によってはアップデートに利用したりとか、そういった形の使い方があるかなと思います。右上に行ってアラートで言うと、何か問題があったときに、デバイス側に問題があったときに、それを 通知してクラウド側でハンドリングすると。例えば、まあ、IoT 機器だと電池で動くものもあると思うんですけど、まあ、その電池の残量だったりとか、まあ、減ってきたときにアラートを上げたり、またあとプリンターとかであればこう、トナーの交換時期が来たよっていったような通知をするとか、まあ、そういったことがあるかなと思います。あと右下のカスタマーサポートの効率化っていったところでは、まあ、例えばそのカスタマー サポートの部隊が、まあ、お客様から問い,問い合わせを受けたようなときに、あの機器の状態が見えるようにあらかじめ見えるようにしておくことによって、まあ、問い合わせのときにこういちいちお客さんにこう聞いていただく必要なく、あのかなりの情報をもう把握して、適切なあのコミュニケーションをすることによって、まあ、問い合わせの時間を短縮してコストを削減するといったようなことがあるかなと思います。でまあ、実際にニーズや課題を探求しようとすると、 あのやっぱりまだ世の中にないものを皆さん作っていくっていうことにもなると思うので、まあ、なかなか正解が見つからないんじゃないかなというふうに思いますで、まあ、その場合よく言われるんですけどやっぱり仮説検証いわゆる POC を繰り返して実際に動くものをあのターゲットとなるお客様や、まあ、その近く近しい人にあの見ていただきながら実際何が本当に必要なものかを探っていただく形になるかなと思いますで 企画側と開発側でどのようなことを行う,行うのかっていうところの例で、こちらにあの書かせていただいてるんですけど、まず企画側としてはそのビジネスモデルの検証ですね。あの右上にあるような、まあ、ビジネスモデルキャンバスというのが有名かもしれないんですけど、まあ、こういうツールを使って、あの実際何が正しいか、その検証をしていただくっていうのが一つありますと。で、まあ、それとセットでまあユーザーにインタビューしたりとか、あとは POC で実際に作ったものをユーザーに触ってもらうとか。 あとは、ま、様々な事例、あの世の中に出てると思うんでそういな、そういったものを確認していただいて、まあ、よりそのビジネスモデルだったり、まあ、設計だったりとか、そこら辺をブラッシュアップしていただくような形かと思います。で、その間に、ま、開発側の方は何をするかというと、あの上で言っている、ま、POC をできるだけこう、精度よくや、やるための支援をする形かなと思います。まあ、動くものがなくても,も、ペーパープロトタイピングのような、この右の絵にあるようなものを作って、あの、近い 体験を評価するっていう方法もあるかもしれませんし、やっぱり物が見たいっていうお客さん、非常に多くいらっしゃるのかなと思っていて、まあ、そこに関しては手間をかけずにプロトタイピングするっていったところが大事かなと思います。で、まあ、AWS を活用していただくことで、まあ、そういったプロトタイピングですね、やはり POC のためのプロトタイピングが非常に簡単にできますよということをご紹介したいと思います。でまあ その価値評価のための POC であれば、まあ、デバイスに関してはもう既製品を使っていただくのがいいかなと思います。もうラズベリーパイであったり、アルディノであったり、あとさまざまな評価ボードが出ているので、まあ、そういったものを使っていただくか、あと最近、AWS IoT e d キ k i t ていうものも AWS のほうから登場していますし、まあ、こういったものを使っていただくことによって、スムーズにハードウェアの準備はしていただけるかなと思います。でまあ、一方、クラウドのほうでいうと、あのまあ、先ほどから 登場しています AWS IoT を使っていただくのがいいかなと思いますもう本当にセットアップは非常に簡単にできますしコストもそんなにかからないのであのまずはちょっと アアクセセスししててていいいいいたただだッットプけるとといいかなとで、まあ、ここでできることとしては、まあ、簡単に言うと、デバイスとクラウド間の双方向通信、まあ、MQTT のプロトコルを使ってやるんですけど、まあ、そういったことができます。であとはまあルールエンジンを使っていただくことによって、まあ、デバイスのデータを他の AWS サービスに転送するといったことも簡単にできます。 まあ、POC の例として、いくつかご紹介していきます。まあ、どのような POC がありえるかといったところでは、あのデバイスの遠隔操作の例ですと、まあ、スマホか、スマホだったりとか、ウェブブラウザから、こういったサーモスタットの電源をオンオフするようなことがあるかなと思います。でまあ、この場合ですと、そのサーモスタットが起動したときに、AWS IoT Core の MQTT をこのサブスクライブするっていうのをまずして、でデータが受けられるような状態にします。 で、その後にアプリケーションからオンのメッセージを送ると、ここで制御が行われて、でまあ、直接こういった形で MQTT のメッセージをこうパブリッシュしてもいいですし、API を作成して、まあ、ラムダなど他のサービスからメッセージを送るようなことも、まあ、簡単にできるかなと思います。で、もう一つの例ですね。えっと、こちらは利用状況の分析といった例ですけども、まあ、こちらは、まあ、サ,サモスタットの温度が 何度なのかっていうのをリアルタイムでモニタリングして、まあ、それを見れるように見、見れることが価値につながりそうだっていうことであれば、まあ、こういった仕組みを評価していただくのが良いかなと思います。まあ、ここではあの、温度データを定期的に送信して、で、温度データを IoT コアのルールの設定で、あの、あ IoT コアのルールの設定を行って、で、まあ、特定のデバイスから特定のメッセージが来たら、まあ、このサービスを呼んでくださいみたいな設定を行うこと。 がまあできますで、まあ、この例だとそのデバイス B というものがあってそのメッセージが来たらそのデータをこの Elasticsearch サ,サービスに転送するっていうような設定をしているような感じですね。Elasticsearch で,ではあの、まあ、先ほどの登壇にもありましたけどもあのニアリアルタイムでのグラフの描画が可能になっているので、まあ、ここで簡単な POC ができるかなと思います。で もう一つ、えっと、アラートの例ですけど、まあ、こちらも同じようにルールエンジンを使うんですけども、まあ、今度はあの温度が35度を超えたら SNS を呼んでくださいみたいな設定を、まあ、こういった形ですることも可能です。こういった設定をしていただいてで、35度を超えたらこのアプリケーションにする通知するための,の SNS のサービスを呼んでいます。でメールでやったりとかプッシュ通知であの、まあ 対象となるお客様に連絡をするとか、そういったかあのプロトタイプが簡単にできるかなと思います。あと、カスタマーサポートの効率化といったところだと、まあ、例えばですけども、まあ、デバイスシャドウにデータを保存していただいて、こ、まあ、と今年末に新たに出たフリートハブっていうサービスを使っていただいて、あのそのダッシュボードで確認していただくといったことがあるかなと思います。あと、まあ、デバイスの振る舞いだったり異常 デデバイスディフェンダーでで検知すすするととといっったこここもできままちょっとこれはこの後紹介しますでフリートハブの,あのダッシュボードなんですけど、まあ、この右の,あの絵になるあるような、こういったダッシュボードをまあ簡単に構築することができます。でこちらですね、えっとまあ、実際じ、あの登録されているデバイスが今どういう状況か、例えばデバイスがどれくらい接続しているかであったりとか、あとはまあ右側のグラフ 棒グラフとかではあの実際切断したデバイスがあったときにその理由がどういった理由であったりとかそういったことも見ることができますで。こちらのダッシュボードですね、いちいちこう実装していただく必要なくてあの、まあ、コーディング不要で簡単に あのセットアップができて、しかもこれはあのシステム管理者とかサポート担当者であったりとか、AWS の,の IAM ユーザーであったりとか、AWS アカウント持ってない方でも利用できるようなものになっているので、こういう情報を他の人に共有したいといった場合に利用いただけるかなと思います。あと、AWS IoT デバイスディフェンダーですね、最近のアップデートを少し紹介させていただくと、今まではその 敷地の設定っていうものを、まあ、お客さんの方でしていただく必要がありました。例えば、その一定時間内に、まあ、接続試行回数がこう一定値を超えた場合に何かこれはおかしいと思ってアラートを上げるといったことはできたんですけど、まあ、この敷地をどうするかど、何回接続試行したらエラーとするかみたいな、うん、アラートを上げるかといった設定が難しかったですと。でまあ、そこに対してあの 機械学習によってあの自動的にその適切な指揮位置を割,割り出してアラートを上げるといったことが可能になります。あの少し学習の期間は必要なんですけども、まあ、一定期間あのデータを貯めていただくことによって、まあ、こういった検出が自動化することが可能です。あともう一つ、デバイスディフェンダーのカスタムメトリクスのサポートというものも正しく登場しています。で元々はその 決め打ちというかあの、デフォルトのメトリックスしか利用できなかったんですけども、この、まあ、ユーザーごとあの、アプリケーションごとにこのメトリックスを取りたいとか、まあ、そういった要望に応えるためにあの新たに機能を追加されています。で、まあ、POC を,、まあ、実を実施していただいて、あのまあ、今、 説明したようないろんな、あのー、例を見ながら、まあ、POC を実施していただきましたって言った後にまに、あ、ビジネス的に、まあ、やりましょうっていう風になれば今度は、まあ、プロダクションに向けての検討が進むんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そこでは、まあ、価値検証であ,あ,あまりこう考えてなかったようなさまざ、あ、まな引きの要件についても考慮し始める必要があるかなと思います。でまあ、ざっくりですけどもここの表にあの一例を書かせていただいています。この 表で左側ですね左側の要件といったところが、あのプロダクションにあの進んだときにまあ考えなきゃいけないことですと。で、まあ、少し読み上げると、まあ、大量なデバイスからのアクセスですね。まあ、POC であれば1台とか10台とかそういうレベルだと思うんですけど、まあ、それが1万台、10万台、100万台って出てきたときに、本当にちゃんとつながるかどうかであったりとか、あとあの先ほども出てましたけども、まあ、デバイスの身元の証明ですね。照明 証明書をいかにこうマネージするかであったりとか、あとまあリアルタイム性とか、まあ、本当に非常に多くの課題、要件があるかなと思います。でそこら辺をですね一日まあお客さんのほうであの実装していただく必要なく、まあ、AWS を使うことによって効率的に解決していただくことが可能になります。でまあ、ここまでですねあのこと売りののためにはまあお客様の課題を しっかり捉えることが大事で、まあ、そのために実際に動くものをお客様に見せながら評価してもらうのが一つの良い選択肢であることをお伝えしてきました。でまた、クイックな POC を実施するために AWS IoT がどのように使えるかについてもご紹介してきましたと。で、まあ、小鳥ではじゃあ、を何も考えなくていいのかっていうと、それは全く違うと考えていて、まあ、考えられるポイントを以下に挙げています。 1で一つ目があのこと売りでは、まあ、ものが正しく動作す、動くことが大前提ですとでもうできて、ものはできて当たり前で、そこからいかに体験につなげていくかといったところがポイントになりますと。2つ目がユーザーに良い体験を提供するためにの継続的な改善というのは不可欠ですと。あと、3つ目ですね。ススペックで差ををつけるよりは、まあ、サービスを 実現する上で必要十分な機能を安く提供するというところもポイントになるかなと思います。それぞれについてちょっと見ていきたいと思います。まず1個目のポイントですね、まあ、も物は正しく動くことが大前提といったところで言うと、じゃあどうやって正しく動くものを作るかといったことになると思うんですけども、まあ、そこで AWS としてご用意しているものの例として、まあ、こちらデバイス側にちょっと寄っちゃっているところがあるんですけど、ご紹介したいと思います。えっと まず、適切なテストの実施といったところで言うと、あのデバイステスターですね。グリーングラスであったり、フリーアールトとしていったデバイス向けの,あのソフトやサービスにおいて使えるあのテ,スターテスト用の,あのツールを用意していますで。こちらを使うことによって、あのまあ、単体テストのようなことが簡単にできるようにはなっています。であと、デバイスアドバイザーというものも新たに追加されています。こちらちょっと後で紹介します。あとは、 AWS が認定済みのハードウェアを選んでいただくことによって、デバイス選定のところは少しショートカットしていただくことも可能かなと思います。こちらはですね、パートナーデバイスカタログというものがあって、このカタログの中で選んでいただくと、すでに動作確認済みのものが選べるので、非常に効率的に開始できるかと思います。で 先ほど話したデバイスアドバイザーですね、こちらはデバイステスターでできていたようなことを、クラウドベースで簡単にできるようになったというものです。でこういった UI がありまして 主にできることとしては、どちらかというと、アプリケーションのテストというよりは、より下のレイヤーの MQTT の接続のテストであったりとか、あとは TLS のハンドシェイクがうまくできているかとか、どこでつまずいているかとか、そういったところのテストができるようになります。でここでしっかりパスしていただければ、あとアプリケーションのほうは、比較的こう、なんだろう、レローレイヤーのバグに悩まされずに、開発していただくことができるのではないかなと思います。 で、二つ目のですね、ユーザーに良い体験を提供するための継続的な改善は不可欠に対する、まあ、策としては、このデバイスソフトウェアの継続的な改善といったところが必要になってくるかなと思います。で、まあ、ここではもう OTA ですね、ファームウェアのアップデートって書かせていただいてるんですけども、AWS IoT ですと、まあ、クラウドが、デバイスが両方の機能を提供しています。 クラウド側ですと,、えー、と、AWS IoT デバイスマネジメントのジョブの機能といったものを使うことができます。でまあ、実行ジョブを実行して、まあ、実行したジョブの各デバイスのステータスを受信して、今、まあ、OTA がどれぐらい進んでいるかとか、何台中何台進んでいるかとか、そういったことが可視化できます。で1台から OTA のジョブを走らすこともできますし、大量なデバイスですね、例えば日本紙向けだけにこのファームウェアを更新したりとか、そういったあのことも可能になっています。受けるデバイス側ですね、デバイス側もあのライブラリーがあります。一つが C の SDK の OTA ライブラリーですね、こちらも新しく登場していますが、あとは FreeAltos の OTA ライブラリーといったものがあります。こちらもちょっと C の SDK のアップデートについて。 あの一番上のところ OTA のアップデートが書かれているので、こちらだけ紹介したいと思いますで。デバイスへのファームウェアの更新の通知といったところで、まあ、ファームウェアのダウンロードと証明検証は可能になっています。なので、こちら、まあ、S3 にあのデータを、ファームウェアのバイナリーを置いていただいて、AWS IoT デバイスマネジメントのジョブを発行していただくと、まあ、MQTT もしくは HTTP であのデバイスからあのファームウェアを取得することが可能ですと。で受け取ったデ デバイスはあのそのファイルの整合性のチェックであったりとか、そのファイルの証明を確認してで、実際問題なければファームウェアのアップデートをするみたいな処理があの実行可能になっています。ちょっとその他のところは割愛します。で3つ目ですねあの、高スペックで差をつけるよりはサービスを実現する上で、まあ、必要十分な機能を安く提供するといったところに。 対しては、まあ、適切なデバイスであったり、まあ、通信方式を選んでいただくことになるかなと思っています。で、まあ、て適切なデバイスの処理といったところではあの、まあ、最適なスペックの MCU とか MPU とそれに合った SDK を選んでいただくことになるかなと思います。あんまりこう高スペックなものを選んでいただくと、まあ、もちろん実現は可能ですけど価格が非常に高くなってしまってなかなかその 販売価格が高くて、なかなか売りづらいとか、そういった課題もありますし、まあ、できるだけ安くしたいっていう企画要求も当然来るかなと思うので、本当に最適、必要十分なものを選んでいただくのがいいかと思います。で、まあ、使え、その、なんだろうな、デバイス側にインストールできるソフトウェアとしては、まあ、こちらに挙げているようなグリーングラス、最近 V2 がリリースされていますが、V2 であったりとか、あとはデバイスクライアントであったりとか、あとフリーアルトスといったものが選ぶことができると思います。あと、通信方式、 においても、まあ、通信量だったり、通信コスト、あと利用シーンなどをもとに選んでいただく形かなと思います。こちらもいくつかアップデートがあります。ちょっとこの後紹介していきます。まずあのデバイスのスペックとそこに入れるソフトウェアっていったところで、こちら表にざっくりまとめています。一番上にユースケースが書いてあるんですけど、まず一番左ですね、非常に安く作らなきゃいけないとか、小型で省電力のものが必要ですよっていった場合には、あの低スペックの MCU を だったりとか、MP を選んでいただく形になると思います。まあ、そこの上で動作するものとしては、f r e e r t o s をはじめとする r t o s が選ばれるのかなと思います。そこで使えるソフトウェアとしては、この EmbeddedC の SDK であったりとか、あと f r e e r t o s の AWS リファレンスインテグレーションあたりがあの利用できるかと思います。でまあ既存のコードに追加機能を追加する場合であれば、C の SDK があると思います。あと、r i n ックス上で動作するシンプルな IoT アプリケーションの 場合ですと、まあ、スペックでいうと大体これぐらいのものが該当すると思うんですけど、まあ、Linux が動作しています。まあ、こういった場合は新たに最近登場した IoT デバイスクライアントといったものもあのオープンソースでご利用いただけます。こちらの場合はまあ既存のコードに機能追加する場合であれば、あのデバイス SDK ですね、まあ、いろんな言語で用意しているので、まあ、その中から選んでいただく形かなと思います。でまあ、さらに あの高スペックで、エッジ側でまあ高度な処理を必要とされるようなアプリケーションですね、例えばローカルでのデータ処理とか管理、あと機械学習の推論をしたいとか、あとローカルにある他の IoT デバイスと連携したいですよっていった場合ですと、まあ、スペックでいうとまあこれぐらいのスペックのもので、あのソフトウェアとしてはグリーングラスが該当するかなと思います。はい、で接続のところでいうと、あの 去年のリーインベンベトであのかなり選択肢が広が広っていますでこれまでは Wi-Fi とか Ethernet の接続がサポートしていて、あのセルラーとか使おうとすると、まあ自分、自身で実装していただく必要があったんですけどもあの去年、去年のアップデートでセルラーとかローラー1、あとは、 Amazon から発表されている新たな通信手段のサイドウォークというものも加わっていますこれらによってこれまで IoT 化が難しかったようなデバイスとかユースケースでも AWS IoT に接続してお客様に新たな価値を提供することができるようになったのではないかなと思います はい、駆け足でしたけれども、あとまとめに入りたいと思います。えっと、まあ、ことうりに関してですね、まあ、いかに顧客の要望をつかむサービス、ビジネスを構築できるかといったところで、まあ、クイックにプロトタイピングを繰り返して、課題を特定することが大事ですよということをお話ししました。そのために、a WSIoT を活用いただけますといったことをご紹介しました。あと,こと売りにおにけるもの といったところでは、も物はもう正しく動いて当たり前ですよと、でサービスを実現する上で必要十分な機能を安く提供していただくことが大事かなというふうに話しました。で適切なスペックのデバイスと適切なデバイスソフトウェアを活用して、クイックに開発していただければと思いますで。最後、AWS はエンドユーザーにとって価値のある製品の開発を支援していきますので、ぜひご利用いただければと思います。はい、ちょっとのオーバーしてしまいましたが、以上とさせていただきます。ありがとうございました。